皆さんこんこにちは私のチャンネルへようこそ4月3日旧ジャニーズ事務所の新会社スタートエンターテインメントが新プロジェクト「スタート・フォーユー」を立ち上げたことを明らかにした画像美しすぎる二次元みたい平野翔リップ片手に吸い込まれそうなまなざしまるで人形な姿「スタート・フォーユー」は4月10日に東京ドーム5月29 30日に大阪・京セラドームで開催するスタート社初の大型イベント、We Are! Get the party start! に出演する14組75人のアーティストによるプロジェクトで、参加グループは以下の通り。ニューススーパー8、k a t t u n HEY、SEE、JUMP、k i s 2 t i m e ABCZ、ウ e ストキング g p r i n c e s t o n e SnowMan、なにわ男子。 トラビスジャパン A グループスタート社は1月1日に発生した令和6年の登半島地震へのチャリティーシングル We Are を4月10日にデジタル配信し6月12日に CD もリリース収益を能登半島地震の被災者に全額寄付するということだこれまでも旧ジャニーズ事務所と同社所属のアーティストは阪神・淡路大震災を受けてのユニット JFriends や 東日本大震災復興支援プロジェクトマーチング J を立ち上げたりまたタレントが自主的にボランティア活動をする姿が報じられたりと積極的にチャリティー活動を行ってきました旧ジャニーズから改革者と称される福田淳社長58のスタート者になってからもその精神は変わらないということですよねワイドショー関係者 トベも同じくのと半島地震へのチャリティーを発表したばかり他方で旧ジャニーズから独立した滝沢修明氏42が立ち上げたエンターテインメント会社トベも支援プロジェクトトゥーヒーローズプロジェクトアクトフォーホープを3月13日に発表したばかりナンバーアンダーバーアイラトベタレント13名が総出で歌うプロジェクトテーマソング be on your side の売り上げを能登半島地震で被災した子どもたちのために役立てると発表されている。同局は3月14日から17日まで東京ドームで開催されたコンサート「TO h e r o ー s トベファーストスーパーライブ」で初披露された。スタート者もトベも被災者、被災地のため動くことは大変に素晴らしいことですよね。これに対して批判的な人はいないでしょうが。 ファンからは複雑な感情を示すす。声も上がっています理由はタイミングを含めた両者のかぶりですよね前出のワイドショー関係者スタート社と戸ベに対しては戸ベ、戸ベ、とやってること同じで草もお互い様じゃんかぶせたり真似たり戸ベが事務所コンサートやったらスタートも事務所コンサート決定し戸ベがチャリティー曲出したらスタート社も出すのすごく後追い感ある といった声が X ・旧 Twitter に寄せられているのだ。滝沢氏、バッティングしないようにしているから。とべは、オーディションで募ったトレーニー、研修生以外の所属タレントが全員、やめジャニーであることなど、現段階では旧ジャニーズとの類似を指摘する声は多い。先の東京ドームライブ・トゥーヒーローズでは、トレーニー内の島田隊が11。 藤昌磨13、松光、11、川田隆輝12、小助川優11による平均年齢11.6歳の5人グループ、ウィンクファーストの結成とパフォーマンス披露があったが、そこでも曲調や衣装の雰囲気、5人の要素から、ジュニア、旧ジャニーズジュニア、そのものといった声も多かった。 ジャニーズを辞めて新たなエンターテインメントを追求していくのかと世間も注目しましたがその後多くのやめジャニの合流などがあり独立した意味がないジャニーズ2号店と揶揄するような声が寄せられてしまいましたもちろんアイドルとは違うガチガチのアーティスト路線で活動しているナンバーアンダーバーアイなど細部は旧ジャニーズとは違うし 滝沢氏自身が将来的には女性グループの結成も視野に入れていると明かしているようにスタート者とのバッティングを避けようとしているところもあります。前室のワイドショー関係者滝沢氏は昨年末スポーツ紙の取材でスタート者のことを聞かれこうコメントしていた僕らがデジタル戦略をする理由はスタートエンターテインメントのタレントの皆さんと活躍の場がバッティングしないようにしているからだが 現実には事務所総出でのドーム公演やチャリティーソングの制作など近い時期に類似企画がバッティングしてしまっていることも事実だ。結局はかぶりは不可避というところではないでしょうか。滝沢氏もバッティングを避けようとしているしスタート者も改革者の福田氏の新体制でこれまでとはかなり異なる方向に行く可能性もあるでしょうがやはり若い男性グループをプロデュースするプロダクション。 という大枠では同じそして滝沢氏の中には長年にわたって大いに影響を受けてきたジャニー氏イズムがあるわけですからねただ現状では特に旧ジャニーズスタート社のグループを応援するファンたちが2社の動きがこうむる状況を面白く思っていない感じがありますやはり滝沢氏の動きが分裂を招いたように感じられてしまうのでしょうね スタート者が本格スタートをする今後、両者の違いは鮮明に見えてくるのか、全道。ジャニーズ一強から群雄割拠時代に突入した男性アイドル界だが、応援するファンの気持ちはなかなか複雑なようだ。どう思いますか気に入っていただけると嬉しいです。また次回お会いしましょう。